こんばんは。皆さん、いかがお過ごしですか？新年度も始まって、疲れが溜まってくる頃だと思います。眠れていますか？また、パソコン作業で目元が疲れてくると肩こりの原因になるそうです。ここからの時間は目を閉じて大きく深呼吸をしてゆるりとお付き合いください。眠くなったらいつでも寝てくださいね。それでは100の雑学スタートです。スギ花粉を解消する杉が開発された。スギ花粉症は昭和38年に日光市で初めて報告されて以来、患者数は増え続け、最近の調査では日本人の 38.8% がスギ花粉症であると言われている。スギ花粉症対策は、花粉飛散量の多い杉林を伐採、収穫した後に小花粉杉や無花粉杉へ植え替えることが求められている。研究から無花粉杉は全く花粉を飛散しないために、無花粉杉への植え替えは究極的な解決策として期待されている。しかし、無花粉杉の苗木の供給量には限りがあり、現状では 2,3 年育苗した際、植物ホルモンを散布するなど複数の工程を伴うことから、効率化が求められている。スギ花粉を減らすためには、スギを活用することが大事。日本の人工林の 44% にスギが植栽されている。杉を伐採、収穫し、その後に無花粉杉の苗木を植栽していくことで、杉花粉を確実に減らしていくことができる。しかし、木材を収穫できるのは植栽してから何十年も後となる。林業の分野だけではなく、防災の側面からも杉は古くから日本人の生活には大切な存在である。無花粉杉の植栽を行うために、林業用だけではなく、社会全体で広く杉の活用が広がることが期待されている。スギ花粉を解消する杉が開発された。スギ花粉症は昭和38年に
栃木県日光市で初めて報告されて以来、患者数は増え続け、最近の調査では日本人の 38.8% がスギ花粉症であると言われている。スギ花粉症対策は、花粉飛散量の多い杉林を伐採、収穫した後に小花粉杉や無花粉杉へ植え替えることが求められている。研究から、無花粉杉は全く花粉を飛散しないために、無花粉杉への植え替えは究極的な解決策として期待されている。しかし、無花粉杉の苗木の供給量には限りがあり、現状では2、3年育苗した際、植物ホルモンを散布するなど複数の工程を伴うことから、効率化が求められている。スギ花粉を減らすためには、スギを活用することが大事。日本の人工林の 44% に杉が植栽されている。杉を伐採、収穫し、その後に無花粉杉の苗木を植栽していくことで、杉花粉を確実に減らしていくことができる。しかし、木材を収穫できるのは植栽してから何十年も後となる。林業の分野だけではなく、防災の側面からも、杉は古くから日本人の生活には大切な存在である。無花粉杉の植栽を行うために、林業用だけではなく、社会全体で広く杉の活用が広がることが期待される。栃木県にはプレミアムサーモンというとんでもなくおいしいサーモンがある。全国各地にご当地のブランド食材があるが、海のない栃木県にとんでもなくおいしいサーモンがある。栃木県のブランド名は日光プレミアムヤシオマス。日光土呂部地区では大滝日光サーモンで表彰を取っている。大滝日光サーモンは清流鬼怒川のさらに奥地、奥鬼怒で卵から製品まで一貫生産している。他に類を見ない
オーガニックサーモンである。栃木県水産試験場で開発された魚は、魚のうまみ成分であるオレイン酸が従来の魚に比べて2倍以上含まれている。色味も美しいサーモンピンクで、きめ細かな肉質、臭みもなく、一度食べたら忘れられないサーモンです。栃木県内をはじめ、全国の有名シェフたちがこぞって求めるという。大喜利は落語ではない。大喜利の語源は歌舞伎の大喜利に由来すると言われている。大喜利は寄席のプログラム自体を指し示す言葉であったが、時代を経るに従い、出し物そのものを表す言葉として変化していった。大喜利とは寄席の余興として生み出され、その日の最後に行われるようになった。現代語にはアンコールに相当するサービスとして行われていった。現代では大喜利が行われたテレビ・ラジオ番組として笑点、ひとりごっつ、ダウンタウンのガキの使いやあらへんでなどが挙げられる。落語には階級制度がある。落語家には真打ち、二つ目、前座、前座見習いという階級がある。落語家になるにはまず第一に真打ちの弟子にならなくてはならない。方法の一つとして寄席や落語会に足しげく通って入門したい師匠を探す。弟子になったらその師匠とは一生師弟関係になるため、慎重に決める必要がある。しかし師匠に会うのは簡単ではない。一度で諦めず何度もトライして挨拶する。何とかしてコンタクトを取る。弟子入りが叶うと、そこから前座見習いとなり、落語家への
第一歩となる。ただし道は険しい。ドライヤーの寿命は短い。毎日髪の毛を乾かしたりスタイリングをしたりするときに使う便利なドライヤー、寿命は 3,4 年と意外と短い。熱風を出す機能に不具合が起きると火事になってしまう危険性もある。そのため不具合を感じたらすぐに買い替えが必要です。家電を買うのにおすすめの時期は2つ。家電量販店では定期的にセールを行っている。その中でも特におすすめのセール、一つ目は3月9月の決算時期。3月と9月は家電量販店の決算が行われる。少しでも決算の数字を良くするためにいつもより高い割引率で販売されることが多いので家電を購入するのにおすすめのセールです。二つ目はボーナスセール。7月、12月に大幅なセールス時期となる。おすすめは大型家電量販店の担当者と仲良くなり欲しい家電の大幅値引きが来た時に教えてもらう。場合によっては在庫処分などの抱き合わせ商品をつけてもらえるなど思わぬ嬉しいハプニングがある。商品知識豊富な人を見つけ仲良くなることをおすすめします。光老化が一番老ける。光老化という言葉を最近よく聞く。光老化とは光による皮膚の老化現象である。多くの原因は太陽光を長年浴び続け紫外線によりシワ、シミ、たるみなど場合によっては皮膚がんの原因ともなる。真っ黒に日焼けしている子どもは健康の象徴のように思われがちだが、光老化は子どもの頃からの蓄積と
相関があるため、適度な UV ケアが重要と言われている。ただし、紫外線を浴びることによりビタミン D の合成が進み、骨を強くするメリットもある。老けて見える原因は無駄毛かもしれない。年齢を重ねると肌の張りや弾力がなくなる。弾力を支えるコラーゲンなどが減ってしまい、肌は重力に負けて下に下がる。合わせて毛穴も下に引っ張られるため、年を取ると毛穴が涙形に見える。毛穴が広がって見えると肌のキメが荒くなる。油汚れがたまりやすくなり、ポツポツ毛穴になってしまう。ういういと言うと口元のシワ、ほうれい線の予防になる。若者言葉で了解という意味で、ういういという会話を時々聞くことがある。またフレッシュマンなどにういういしいという言葉を使うことがあるが、老化予防の魔法の言葉である。マスク生活で頬の筋肉が硬くなり、頬の筋肉が緩むためにほうれい線が深くなる。唇を突き出してういういと言ってみると、頬の筋肉が上がり筋トレになる。老化予防のためにはほっぺにも筋トレが必要である。頭皮を守るためには毎日シャンプーをした方がいい。髪を洗うのではなく頭皮を洗う。手のひらでシャンプーを軽く泡立てて、頭皮と髪になじませたら、指の腹で頭皮を優しくマッサージする。頭皮をちゃんと洗えば髪は軽く洗い流すのでよい。ポイントは髪を濡らす前にブラッシングして汚れを浮き上がらせてから濡らすと髪へのダメージが少なくなる。
髪を濡れたまま放置すると匂いの元になる。濡れたままの髪はキューティクルが開いて傷みやすくなる。なるべく早くドライヤーで乾かしてください。また生乾きの状態で寝てしまうと枕などにこすれて髪を傷めてしまう。また頭皮にカビが発生したり匂いの元になる。自然乾燥ではなくドライヤーで乾かすことがとても大切。美しい髪を保ちたい方はちゃんと乾かしましょう。トリートメントは頭皮につけると抜け毛の元になる。トリートメントやコンディショナーは髪につけるもので頭皮につけるものではない。美容室でよく揉み込んでいるのは髪の毛に浸透させている。トリートメントやコンディショナーをつける場合は頭皮から少し離して一本一本髪に染み込ませる。ビールを冷やし忘れた時には濡れタオルを使う。暑い日、冷えたビールを飲もうと思ったら冷えていなかった。ショックである。そんな時は冷凍庫にビール缶を突っ込んでしまいがちだが、タイミングを逃すと凍ってしまい、まずいビールになってしまう。そこで濡れたタオルをビールに巻いて冷蔵庫で冷やすと早く冷える。ルテインというサプリは目に良いサプリである。光対策として目の黄斑色素ブルーライトから目を守るサプリとして最近注目されている。ブルーベリーを食べるとすぐによく見えるようになるというのは限定的。ビタミン A が含まれることからそう言われているが、急によく見えるようにはならない。
葉酸は血を作るビタミン。葉酸は細胞の DNA の合成に必要な水溶性ビタミンである。特に胎児の発育には重要な栄養素のため、妊娠初期に不足すると胎児の障害のリスクがあると言われている。そのため妊婦さんには特に大切な栄養素である。また赤血球を作る栄養素でもあるため、葉酸が不足すると貧血になる。朝ウォーキングをする人はハッピーになれる。朝太陽を浴び体を動かすと、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが活性化すると言われている。朝10分のウォーキングをするだけで幸せになれると言われている。また夕食後の30分から1時間後に歩くと、糖のコントロールやダイエットに良いと言われている。有酸素運動によって食後の血糖値が低下し、糖が脂肪に変わるのを抑えると言われている。春先に体調を崩すのは自律神経のせい。春先には自律神経のバランスが崩れやすい。自律神経は胃や腸などの消化器官の動きを支配している。春先は寒暖差や気圧の変化も大きいため、体へのストレスもあり、また移動の時期のため精神的にもタフな時期となる。逆流性胃腸炎や便秘、下痢など胃腸の調子が変だと思ったら、できるだけ睡眠をとり、香りやお風呂などでリラックスする時間を増やすようにしましょう。春先だけ見られる三つ股という妖精のようにかわいい花がある。栃木県茂木町の里山のふもとに
三つ又群生地があり、インスタ映えの人気のスポットになっている。杉林に無数に咲く黄色い小さな花はまるで妖精のようで、訪れる人の心を奪う。特に早朝、杉林の木漏れ日が三つ又の群生に差し込むと、幻想的な雰囲気となり、多くの人を魅了する。多くのカメラマンが早朝の時間帯を狙って集まる。こどもの日は端午の節句として奈良時代から定着した。端午とは事の始めという意味で、五という時が数字の五に通じるとして、奈良時代から定着した。その後、武家の時代、江戸時代に勝負の音が武を重んじる響きとして、武家の間で子供が生まれると跡取りとして盛大に祝うようになったと言われ、跡継ぎが無事成長するように一族繁栄を祝う行事となっていった。五月人形の飾り始めは3月から4月、五月人形の購入の時期は3月から4月下旬、遅くとも4月29日までには飾りつけるのが良いとされる。また、ちまきやかしわ餅、また勝負湯に入って邪気を払うと健康長寿になると言われている。サボテンの水は飲まないでください。サバイバル術などでサボテンの水分を飲むことができるという人もいるが、サボテンの水分には有毒成分であるアルカロイドが含まれているため、実際に飲むと下痢や嘔吐を起こしてしまう。食べられるサボテンも存在するが、やめた方がよい。能は習える。
脳みその脳ではなく、伝統芸能の能。江戸時代に武家の芸能として定着した能。歌舞伎と違って庶民の間でも定着したと言われている。歌を伴うことから現代のカラオケにも似たようなイメージがある。明治初期には衰退するが、西洋に日本の伝統文化を紹介するのにあたり、岩倉具視が後押ししたことから、上流階級エリートを中心にたしなみとして広がっていったとされる。現代の茶道や華道と同じように、習い事の一種として誰でも習える。公益社団法人能楽協会で調べてみるとよい。スムージーによく入っているケールは、紀元前ギリシャで栽培されていた。ケールは日本ではあまり馴染みはなかったが、最近若い女性を中心に人気の食材。数学者ピタゴラスの時代、ケールはポピュラーな食材でスープによく使われていたらしい。冬の間枯れない生命力の強い野菜のため、古代ローマでも大切に食べられていた。またヨーロッパ大航海時代、船乗りたちのビタミン C 補給として持ち込まれていたと言われている。テスラモータースの車は隠しコマンドで踊る。アメリカの EV 電気自動車テスラモータースのモデル X は、テスラホリデーショーと呼ばれる隠し機能がある。モデル X が音楽に合わせてライトを点滅させたり、すべてのドアやドアミラーを開閉したりして踊っているように見える。アクセスコードの入力画面でホリデーと入力し、車から降りてすべてのドアを閉じるとスタートするらしい。
いちごは野菜。冬から春先に真っ赤な果実を実らせるいちごは果物だと思っている人が多いが、実は野菜。園芸学では木の実は果物、草の実は野菜と分類する。草の実の種類であるイチゴは野菜に分類される。また農林水産省の作物統計調査でも野菜に含まれている。しかし一般的には果物と同じように食べられていることから、果実的野菜とも呼ばれている。皮まで食べられるバナナがある。バナナの皮は普通は捨てる。しかしバナナの皮には食物繊維やポリフェノールなどの栄養素が実よりも豊富に含まれている。皮に着目した日本の研究者や岡山の農家が農薬を使わないバナナを開発した。皮ごと食べられるモンゲーバナナで、その美味しさから幻のバナナと呼ばれ、レアなバナナから1本600円以上するという。食べ頃はシュガースポットと呼ばれる黒いポツポツが出てくる頃が一番おいしいという。栄養満点で驚きのおいしさだという。スイカは数千年前からあった。日本の夏に定番のスイカだが、海外では多くの地域で栽培されている。4000年前、古代エジプト時代にスイカを栽培している壁画が見つかった。ちなみにスイカのおいしい見分け方は、縞模様が濃くはっきりしているもの、つるの色が緑で、つるの周りが少しへこんでいるものがおいしいと言われている。スイカは漬物にもなる。食べ終わった後のスイカの皮の白い部分を塩漬けにし、漬物にして食べている地域がある。九州、
東北地方ではよく食べられている。ほんのり甘くておいしい。ちなみにスイカが赤いのはカロテンとリコピンが多く含まれていて、これが赤い色を作っている。テスラモータースのイーロン・マスクはカツラかもしれない。宇宙旅行を目指すスペース X、 電気自動車テスラモータース、最近ではツイッターの同株主になったイーロン・マスクはハリウッド映画アイアンマンのモデルとも言われ、しかもイケメンである。巨万の富を築き、名実とともに世界の億万長者に名を連ねている。しかし若き日のイーロン・マスクの写真を見ると、頭頂部の髪の毛が薄く薄毛で悩んでいたのではないかという説もある。最近のイーロン・マスクは髪の毛もふさふさしており、食ももしくは良い薬を使っているのかもしれない。その技術を公開してほしいと願う人は少なくない。こんまりメソッドでブレイクしたこんまりさんの子どもの頃の愛読書は主婦向け雑誌。現在アメリカを中心にグローバルで活躍中のこんまりさんこと近藤まりえさん。大学在学中に片付けに関するコンサル業をはじめ、こんまりメソッドを考案し日本中に広めていった。その後アメリカに渡り、著書やネットフィリックスチャンネル、こんまり人生がときめく片付けの魔法が世界190カ国で配信され、大ブレイクした。子どもの頃から愛読していたのは主婦層向けの生活雑誌エッセイだった。自分のブラジャーの課題から起業しブレイクした会社がある。アメリカ・サンフランシスコのサードラブ。自分のブラジャーがフィットしていないという困りごとから
ヒントを得て、スタートアップした会社がサードラブである。掲示板サイトから100人の女性にタンクトップを着た写真を撮ってもらい、その写真をもとにブラジャーのサイズを判定するアプリを開発し、ブレイクした。多くの女性はブラジャーのサイズが合っていないということも分かり、ハーフカップのブラジャーを開発した。衣類の黒ずみの原因は柔軟剤かも。洗濯をする際に一般的によく使う柔軟剤、ついつい量を測らず入れてしまうことが多い。柔軟剤を入れる理由は香り付けのため多く入れてしまうという人が多いようだ。しかし入れすぎると服に白く残ってしまったり、ベタつきが残ったり、洗濯で落としきれずに衣類に蓄積し汚れを引き寄せてしまうため、黒ずんでしまうことがある。適量を入れるようにしましょう。ティッシュと一緒に洗濯してしまったとき、柔軟剤を使うとよい。うっかりやってしまう洗濯の時の大失敗が、ティッシュと一緒に衣類を洗濯してしまうことである。あまりにもまんべんなくついてしまうため、手で取るのは困難。そんな時には洗濯機に柔軟剤を入れて洗ってみる。柔軟剤には静電気を防ぐ効果があるため、こびりついたティッシュが剥がれやすくなる。お酢もいいというが、当然洗濯物が酸っぱくなるので要注意。お風呂のカビ取りには吊るすタイプもおすすめ。日本は湿気の多い国のため、お風呂掃除は多くの人の悩みの種。目地まで黒くなると大変。つまり予防が大切です。まずはお風呂上がりに湿気を取ることがポイント。さらに天井に貼ったり、吊るすタイプの防カビグッズは、アロマやバイオなどを活用した商品があり、おすすめです。
アマゾン川の地下深くに大河が流れている。南米大陸を横断する世界第2位のアマゾン川は長さ6516メートルと言われている。この地下に全長6000メートルの川が流れている。ブラジル国立天文台の発表によるもので、2011年に発表された。地層の間を流れているため、水量の速度は1年で10メートルから1000メートルくらいしか進まないらしい。都営地下鉄の料金が東京メトロよりも高いのは深いところにあるから。多くの人が知っている料金格差は、距離が長くなるにつれて差が開く。戦前から高度経済成長期まで5路線が開業した。東京メトロに対し、都営地下鉄線は浅草線の1960年が最初で、都営三田線が1968年の開業。遅いほどに用地買収にお金がかかり、後発ほど深い地中に建設しないといけない。その建設費のために、都営線の方が料金が高くなっている。光触媒はウイルスに効くらしい。空気中を浮遊している細菌やカビ、ウイルス、アレルギーなどの原因物質、また匂いのもとの悪臭など、光の力で分解し無毒化することを言う。光触媒の材料である酸化チタンは、古くから歯磨き粉や化粧品など白色顔料として使われていた。無味無臭で無害なため、お菓子などにも使われることがある。子どもの歯にフッ素を使うのは、虫歯になりかけた歯を元に戻す効果があるから。フッ素は虫歯菌の出す酸の量を
抑えることができるため、酸で歯が溶かされることがなく、虫歯菌の活動を抑制する効果がある。また初期の虫歯を修復し、健康な歯を保つ効果がある。フッ素は歯の表面のエナメル質の成分と結びついて、フルオロアパタイトとなり、虫歯になりにくい強い歯になる。フッ素を塗布するなら、歯医者さんがおすすめ。家庭用の歯磨き粉、ジェル、スプレーなどにもフッ素が含まれているが、いずれも濃度が低いため、虫歯予防効果は限定的と言われている。しかし歯医者さんで使うフッ素塗布の予防効果は 40% から 50% と言われている。ただしフッ素塗布をしたから歯磨きをしないのはご法度です。歯医者さんの麻酔針は痛くなくなっている。抜歯をする際の恐怖で歯医者さんに行くのをためらう人も多いが、最近では段階麻酔を採用する歯医者さんが増えてきている。まず麻酔シールを治療部位に貼る。シールを貼ることにより、針が触れた時の痛みを和らげる。10分ほど経ってから極細針でゆっくり局所麻酔を注入する。また治療中の音が耐えられない人のために、眠くなる麻酔を使う場合もある。歯の治療は大人でも苦手です。昔の棺桶は遺体を座った格好で納めていた。昔は土葬が中心だったこともあり、運びやすさから立方体に近い形をしていたと言われている。鎌倉時代には座棺と呼ばれる風習があったようだ。また蓋を釘で打ちつけるのが一般的だった。その理由は、遺体が入った棺桶を運ぶ際に蓋が外れてしまわないためだと言われている。
もう一つの理由は、悪霊が棺桶から出てこないようにするためだとも考えられている。現代では火葬が普及しているため、蓋に窓がついた形が一般的になった。また穏やかに眠っている個人の耳元で釘打ちの大きな音を立てたくないという理由から、釘打ちは行われなくなってきたと言われている。セロリの葉っぱは捨てないでください。強い香りがすることから、好き嫌いが分かれるセロリですが、特に匂いの強い葉っぱの部分を捨ててしまう人も少なくない。切ったチーズの保存に最適です。冷蔵庫で保存する際、セロリの葉っぱの部分と一緒に保存するとパサつかない。キャベツの生食が一般化したのはとんかつのおかげ。古代ギリシャ、ローマ人も食べていた最古の野菜。キャベツは世界で最もよく食べられている葉物野菜である。ヨーロッパから世界中に広がっていったキャベツが日本にやってきたのは江戸時代末期。東京、横浜、神戸などの外国人居留地向けに栽培されていたが、明治末期に和洋折衷であるとんかつに添えられたことから、キャベツの生食が普及したと言われている。国際裁判所はニューヨークではなくオランダにある。国際司法裁判所は15名の裁判官で成り立ち、国際法に従って国家間の紛争を解決する。国連の主要機関である。しかしその所在はオランダのハーグにある。国連の主要機関はニューヨークに所在するため、唯一の機関であるとも言える。世界法廷として知られているが、今回のロシアの戦争犯罪はどのように裁くのか注目である。虎箱と豚箱は違う。
昔の刑事ドラマを見ていると、虎箱に入れる、豚箱に入れるなどセリフがある。警察にご厄介になる際に入れられる虎箱か豚箱か。虎箱は酒によって公衆に迷惑をかける行為を防止する際の法律に定められており、酩酊者を保護する場所を意味する。これが虎箱。被疑者が入る留置所は保護室とも呼ばれる。日本最古の桜は樹齢2000年。山梨県の寺の境内にそびえる神代桜が日本最古の桜と言われている。推定樹齢1800年、2000年とも言われる日本三大桜の一つ。大正時代に国の天然記念物第1号となった。本屋大賞に選ばれる作品からはドラマ化、映画化をされる作品が多い。芥川賞など著名な文学賞は文化人などが決める賞である。本屋大賞は読者の一番身近にいる全国の書店員100人の投票によってノミネートされ決められる。毎年4月に発表される。受賞者には100万円が授与される。伊坂幸太郎、三浦しをん、小川陽子、百田直樹、原田マハ、東野圭吾、リリー・フランキーなど人気作家が名を連ねる。学生服はイングランド発祥である。最初に導入したのは14世紀、1552年、クライスツホスピタルであり世界最古の学生服と言われている。日本で作る紅茶、和紅茶の風味は柔らかい。紅茶のほとんどはインドやスリランカ産が多いが、日本で生産される国産紅茶は和紅茶と呼ばれ、日本の気候風土に合わせて育まれた茶葉で
渋みが少なく、マイルドな味わいが楽しめる。紅茶の出がらしの茶葉は、匂い消しにおすすめ。紅茶の茶葉には吸収作用がある。出がらしの茶葉を乾かし、玄関やトイレに置くことをおすすめする。世界で初めて体温計を作ったのはイタリア人。1609年、イタリアの医者サントリオが初めて体温計を作った。ガリレオによる熱膨張を応用した温度計に刺激を受け、ガラス玉を口に含むことで内部の空気が膨張するという仕組み。それまでは手のひらの感覚で体温を測っていたそうです。除菌シートの効果は、アルコール濃度をチェックすると良い。アルコール除菌の除菌効果が最も高くなるのは 80% の濃度だと言われている。市販のアルコール除菌スプレーは 70% から 80% と言われている。しかし、すべての菌を除菌するわけではなく、カビには効果が限定的である。ちなみに、除菌ウェットティッシュの効果的な使い方は、1回目だけではなく、2回目、3回目と繰り返し拭き取ると、より効果が得られると言われている。入浴剤のバブの片面にくぼみがあるのは、早く溶けるようにしたため。温浴効果が期待できる固形の入浴剤バブは、お湯に入れると勢いよく炭酸ガスが出る。発売当初はくぼみはなく、溶けるのに5分近くかかっていたが、くぼみをつけることで1分近く早くなるという。効能は血行促進、疲労回復、肩こり、腰痛、冷え性の解消である。夏になるとクールシリーズが店頭に出回る。鉛筆は古代ギリシャ時代からあった。
今から4000年前、ギリシャ時代、パラグラフォスと呼ばれる筆記用具が用いられ、当時は鉛筆の芯の部分、鉛の塊をそのまま書きつけるものだった。ただ鉛は毒性が強いため、子供が使うのには向かなかった。その後、中世ヨーロッパで画家が使う商売道具へと形を変えていき、レオナルド・ダ・ヴィンチもデッサンを描くのに使っていた。現代の鉛筆は鉛は使っておらず、炭素のため人体には無害である。糖尿病の人は骨折しやすい。糖尿病の人と健康体の人を比較すると、1型糖尿病で3倍から7倍、2型で 1.3 倍から 2.8 倍も骨折しやすいと言われている。インスリンには血糖値を下げる働きに加え、骨を作る働きがある。1型糖尿病にかかっている方は、インスリン分泌が低下しているため、骨密度が低下している。日本で双子が生まれる確率は 2%。 イグ・ノーベル賞の認知科学賞の受賞研究で、一卵性双生児のうち多くが自分たちが写っ写真を見て、どちらが自分であるかわからないという結果になったそうだ。また双子の左利きの確率は2倍だと言われている。戦車の馬力は1500馬力。数十トンの巨体で走り回る戦車のエンジンは V 型10気筒。1500馬力のハイパワーマシンである。10トントラック用のエンジンが460馬力のため、その3倍のパワーがある。現代の戦車のトランスミッションはセミオートマが多いらしい。戦車の世界もマニュアルからオートマに進化してきている。歴史上初めてカーテンが登場したのは古代エジプト文明から。
窓辺にかけるイメージのカーテンですが、もともと王室のベッド周りを布で覆っていた。日本では平安時代に絹の織物をついたてとしていた。間仕切りとして使われていた。竹製のすだれが目隠し目的として使われ、これが日本のカーテンの原点とも言われている。ヘルメットの日は5月1日。5月は自転車月間。その始まりが1日とし、5月1日がヘルメットの日となった。日本人の形状に合わせたヘルメットを推奨し、レースだけではなく、サイクリングヘルメット、競技専用のエアロヘルメット、子供用のチャイルドヘルメットも推奨している。キーボードの配列はミスタッチを防ぐためにわざと打ちにくくした。1873年タイプライターの開発でショールズによって現在の配列、クワーティ配列が考案された。この配列にした理由は、早く打ちすぎると、タイプバーが絡まるため、わざと打ちにくい配列にしたという説。市場独占のためタイプライティングする人がトレーニングを必要とするようにしたため、他社に乗り換えないようわざと打ちにくくしたという説。諸説あり。クラリネットは木管楽器だが、1900年代に金属バージョンが流行った。通常の木製のクラリネットと内側を同じく作ったのが金属クラリネット。全体にほっそりとしていて、高い音はきらびやかに、低い音はぼーっと太い音が出る。木製のクラリネットは温度差に弱いため、いきなり温かい息を入れると割れてしまうため、プロの奏者は丁寧に温めてからクラリネットを吹く。グレープフルーツの名前の由来は、
ブドウに似ていたから。グレープフルーツは柑橘類、みかんの仲間であるが、なぜグレープがつくのかというと、一本の枝にブドウの房のように実がつくからである。また香りがブドウに似ているとも言われている。香りが食欲を抑えると言われ、ダイエット効果が期待される。しかし高脂血症、高圧剤などの薬とグレープフルーツジュースを飲み合わせると副作用が強く出る恐れがあることから、飲み合わせをしないよう注意書きがある。しゃっくりを止めるのには両耳に指を突っ込むとよい。しゃっくりとは、延髄が興奮状態になっていて、横隔膜の痙攣、声帯の閉鎖が同時に起こる現象である。これは人間がエラ呼吸から肺呼吸に進化したときに、肺に水が入らないようにするため、声帯が閉まるようになったと言われている。そのため延髄による興奮を抑えるために、延髄のツボである耳の中に人差し指を入れて30秒から1分くらい待っていれば自然と止まる。ホテルのベッドがシングルなのに、枕があえて2つある。人生のうち3分の1が睡眠であると言われている。寝具はとても重要なアイテム。多くのビジネスホテルではベッドがシングルだったとしても、あえて枕は2つ用意するという。枕の高さ調節だったり、寝返りを打つ人のために2つ用意しているという。日本初のカセットテープはマクセル。1963年ベルリンラジオショーで初めて60で発売されたカセットテープを日本で初めて商品化したのはマクセル株式会社。C60 は片面30分、両面60分、1本700円で発売された。名称は乾電池ブランド名に由来している。オープンリールのテープのノウハウを持っていたことから、
日本でいち早く商品化できた。カセットテープの種類が一番多かったのは1980年代から1990年代初め頃である。オートリバースを発明したのは劇団一人の大おじさんだった。世界的大発明をしたのは劇団一人のおじさんである川島三郎氏。発明家でオープンリールのオートリバース機能を発明した。オートリバースとは自動で A 面から B 面に変わる。面をひっくり返さず自動で切り替わるシステムは当時画期的で、多くの人がオートリバース機能付きのラジカセを求めた。日本の音響技術は世界トップレベルだった。1948年アメリカでLP レコードが発売され、長時間の演奏が可能になった。日本では1分間に45回転の EP レコードが加わり、雑音が少なく割れにくいレコードとして注目された。ステレオレコードが発売された頃には日本の音響技術は世界トップレベルであった。タイガースファン必携の本がある。熱いファンコミュニティとしても有名な阪神タイガースファン必携の本。今日も阪神タイガース雑学366日という本がある。また雑学をまとめたサイトの名前はトラビアの泉。阪神担当の記者の記事は、虎版記者コラムなど、虎に寄せたネーミングになっている。針の穴に糸を通すのは、ヘアスプレーを使うと良い。ボタン付けなどの際、針の穴に糸を通すのに苦労する時がある。糸をなめてやってもうまくいかない時は、糸の先端にヘアスプレーをかけ、指で押してみると糸が固まり針金のようになるため、針の穴に通しやすくなる。ビールの泡がなくなったとき復活する方法は割り箸を使う。
お疲れ様の時に欠かせないビールの泡。しかし、すぐに飲まないと消えてしまう。そんな時には、割り箸を数本用意し、ビールジョッキにまとめて落とすと、ビールの泡が復活する。割り箸の表面には小さな凸凹があるため、ビールに割り箸を入れると刺激を与えるため、たくさんの泡が復活する。使った割り箸も大切にしてください。自転車の盗難を防ぐのにはカバーがおすすめ。ロードバイクを安全に保管するためには家の中で保管することをおすすめします。またどうしても外に置く場合はカバーをかけるだけで効果絶大。安いものだと100均でも売っている。自転車のカゴカバーやサドルカバーまで種類豊富。しかもすぐに破れない優れものである。子供が補助輪なしで自転車に乗れるようにするのにはランバイクから始めることをおすすめします。2歳から4歳くらい、購入するご家庭が多く、ランバイクに乗るとバランス感覚が養われる。運動神経の良い子は一人ですっと乗れてしまうらしい。包丁を研ぐのにアルミホイルが便利。料理に欠かせない包丁は使い続けていると切れが悪くなる。簡単に研ぐ方法としてアルミホイルを何層かにして重ね、研いでみるとびっくりするほどよく研げる。またオーブンやトースターでアルミホイルを使う場合、つるつるした面を内側に使うのが良い。くっつかないようにするためには食品をのせる面に油をうっすら引くとくっつきづらい。アンデスメロンの名前は安心ですから。アンデスメロンが生まれたのは日本。坂田の種が開発したメロンで、果肉は緑かオレンジ。メロンは
虫がつきやすく、病気に弱いため、品種改良によってできたメロンがアンデスメロン。栽培しやすく、誰が作っても安心、価格も安心と、農家さんにとっても安心であることから、安心メロン、アンデスメロンになったと言われている。パフェの名前の由来は、パーフェクトから。1910年から20年にフランスで作られたフルーツムースが元祖。これ以上完璧なデザートはないというパーフェクトの意味が込められている。パルベが語源となり、パフェとなった。ここ数年、昭和レトロブーム、インスタ映えを狙ってパフェが密かなブームとなっている。またお酒を飲んだ後に食べるラーメンのように、飲んだ後にパフェを食べる締めパフェ派を狙って、札幌、東京など首都圏で遅い時間帯にパフェが食べられる店があるという。パフェはもはや大人の楽しみになってきているようだ。世界最南端の温泉地が南極にある。南極には大陸の周りにいくつも島が点在している。その中でデセプション島は直径12キロの小さな島だが、ペンギンの繁殖地としても有名。この島にはペンギンと観光客が一緒に過ごせる温泉がある。デセプション島には活火山があり、地熱が高いため海水浴が楽しめるビーチがあったり、温泉もある。ネパール料理が来ているようだ。ネパール版定食ダルバートはリーズナブルに楽しめるメニューとして、密かなブームになっている。パッドの検索でも、ここ数年ネパール、ダルバードは上位に入っているようだ。ダルバードとは、ご飯にカレー、汁物、野菜料理が並ぶ比較的あっさりとした料理である。この背景には、ここ10年ネパール人の人口が6倍から7倍に増え、日本各地にネパールのコミュニティが増えていることが考えられる。外国人が日本語を学ぶ日本語学校には、
ネパールからの留学生が急増している。確かに、地方都市にネパール料理の店が増えてきた。ニラは冷凍保存がおすすめ。癖のある匂いと独特の食感でおなじみの春野菜ニラは、旬の時期には価格もお手頃で買いやすいが、そのまま冷蔵庫に入れておくと傷みやすく、匂いも強烈になる。その保存方法は簡単。洗った後、ゴムで束ねて、そのまま冷凍保存すると良い。ちょっとした薬味にも最適。ちなみに、栃木にはニラそばという郷土料理がある。放っておくとバイ菌だらけのエコバッグ。持ち運びが便利なエコバッグは、使い終わった後すぐに畳んでバッグに入れてしまうことが多い。しかし、生ものの汁などが染み出していることが多く、雑菌の温床になってしまっていることがある。高温多湿の日本では、バイ菌だらけのバッグを使うことになりかねず、お手入れが大事である。あまりにも汚れがひどい場合は、お湯にオキシクリーンを溶かし、エコバッグを20分ほどつけて十分にすすいでください。名古屋のモーニング文化は、昭和30年から50年に喫茶店の回転ラッシュが起こったと言われている。当時名古屋は不動産価格が安かったこともあり、個人経営者も出店が容易だった。そのため名古屋は喫茶店の激戦区となってしまい、他店との差別化を図るためにモーニングで勝負をかけた。最古のモーニング店は、昭和31年に出店した三楽という喫茶室だと言われている。最初からトーストがついていたわけではなく、ゆで卵とピーナッツがついていたらしい。関東と関西では卵サンドに違いがある。関東だと、ゆでた卵をつぶし、マヨネーズをあえたものをパンに挟むのが一般的な卵サンド。しかし、関西では厚焼き卵の卵焼きをパンに挟んだものが卵サンドという。
また京都の喫茶マドラグの卵サンドは厚手のパンにデミグラスソースとマスタードソースが使われている。卵4個分のかなりボリューミーな卵サンドである。おいしい焼き芋を簡単に作る方法は炊飯器を使う。炊飯器を米を炊くだけに使うのはもったいない。さまざまな用途がある。最近モデルやアスリートに注目されているさつまいもは緩やかに糖質を吸収するためにダイエッターの間でも人気の食材である。洗ったさつまいもを炊飯器に入れ、水を3センチくらい入れて炊飯ボタンを押すだけ。ふかし芋の要領だが、炊飯器で圧力鍋に近い効果もあって、失敗せず上手にできる。イベントワクワク割が発表された。2022年4月、経済産業省から新型コロナの影響を受けたイベント業界へのエールとして、ワクチン接種者またはPCR 検査が陰性であることを条件に、キャンペーン期間中のイベントなどのチケットを購入した消費者に対し、2割相当分の割引を実施すると発表した。ワクチンのワクをかけたネーミングである。奇妙なダイエットはとにかく噛む。人類は長い歴史の中で計量のためさまざまなダイエットを試みてきたと言われている。アメリカのフレッチャーはたくさん噛んで吐き出すことで減量できるフレッチャリズムというダイエット法を提唱した。フレッチャーは咀嚼回数を食べ物ごとに決めていた。ちなみにエシャロットは700回噛むという。このダイエットは爆発的にヒットしたため、多くの人が咀嚼する回数や時間を測ったと言われている。60万円以上するマッサージチェアが飛ぶように売れた。人の手を再現した究極のマッサージロボット、64万円台という高額なルピナスロボが飛ぶように売れた。高価なのに
売れたのは一括払い禁止、月払いのみが採用されたと言われ、高額商品に手が届かない若者世代にもサブスク感覚で買えるようにしたという。マスクがパリコレにデビューした。マスクはもはやファッションの一部、メイクや服にコーディネートする時代になってきた。ストールとコーディネートしたワンランク上のマスクが発売されるなど、マスクファッションを楽しむ時代になってきた。ダイエッターに人気のくず切りのカロリーは135キロカロリー。くず粉を溶かして水で固めたくず切りはダイエット中の神食材として人気である。しかしそのカロリーは100グラムあたり135キロカロリーと意外と高い。当然糖質も入っているため、間食として食べるならところてんの方がおすすめ。日本は鉄作り大国。鉄は地球の重さの 34.6% を占めると言われている。このまま掘り続けると100年くらいで掘り尽くされてしまうため、リサイクルが必至である。1年間に1億500万トンの鉄を生産する日本は、中国に次いで世界第2位の鉄作り大国である。原料の鉄鉱石のほとんどを海外から輸入している。その他に鉄スクラップも重要な資源となっている。日本の鉄のリサイクルは電気炉を使い、鉄鉱石を溶かし鋼材にしていく。その4分の1はリサイクルから生まれている。東京タワーはリサイクル鋼材で作られた。昭和30年代、東京タワーの建設の際には鉄鋼不足が起きた。そのため戦争で廃材となった鉄スクラップを溶かし、鋼材としてリサイクルされた東京タワーの3分の1がリサイクル鋼材であり、高度経済成長のシンボルともなった。今後も鉄の需要が増えると考えられ、循環型資源としての期待が高まっている。
酒の魚の魚はもともとなかった漢字だった。酒の魚はおつまみ以外に話のネタなどに使われる。もともと魚という漢字はなく、酒の菜っぱの菜と書いていた。当時魚は魚と発音するのが一般的だった。日本人の酒の魚、おつまみは魚だったため、自然とおつまみを魚と呼ぶようになっていった。菜はもともとおかずのことを指していたため、菜という時と魚という漢字がコラボして、酒の魚という文字が生まれた。トートバッグはもともと氷を運ぶためのバッグだった。スペルは TOTE と書き、持ち運ぶという意味。またトートバッグは口の開いた大きな手提げ袋を指す。トートバッグはカジュアルからビジネスまで幅広い用途で使われている。市場に出たのはL.L. ビンというアウトドアブランドから。氷を運ぶために作られたと言われている。当時のアメリカは冷蔵庫が普及しておらず、食料を保冷するための氷を運ぶためのバッグだった。イカの足は10本、うち2本は普段隠している。おつまみに欠かせないイカは、飲みすけには人気のおつまみである。イカの足は10本あるが、そのうちの2本は長く、普段足の中に隠している。いざ餌を見つけると、この2本の足で獲物を捕らえて、残りの8本で餌を口に取り込む。イカの吸盤は強烈で、捕らえた獲物は逃げられない。ちなみにおつまみを英語で言うとアペタイザーズ、スナック、フィンガーフード。フェムケアとは、女性特有の健康課題をコミットする商品やサービスのこと。女性の生理用品、デリケートゾーンケアといった日常商品のアイテムが増えてきている。最近注目されているのが膣ケア。最近ではドラッグストアなどでも
フェムケア商品を扱うところが増えてきている。一人で悩んでいる方が多い中、アイテムやサービスの充実は女性活躍の時代には必然なのかもしれない。進化系オートミールが注目されている。アスリートやダイエッターに人気のオートミールは、少し癖のある食材として一般的な食材ではなかった。オートミールとは、オーツ麦を脱穀して加工したもので、オーツ麦と食材のミールを掛け合わせてオートミールと呼ぶ。タンパク質が多く含まれ、ミネラルも豊富なことから注目の食材であった。昨今の健康ブームで、ちょい足しやアレンジレシピでヘルシーに食べられるオートミールのお菓子、インスタント食材などが増えてきており、自炊しない人たちの間でも注目の食材である。オートミールを食べ過ぎると体に負担がかかる。オートミールは食物繊維が豊富なため、食べ過ぎると胃や腸に負担がかかる。腹持ちが良いため、お腹の中に長くとどまる。食べる量が多いとお腹を壊す。疲れているとき、体が冷えているときは食べ過ぎないよう気をつけてください。しかし、動脈硬化、心筋梗塞、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の予防など、悪玉コレステロールを下げ、血糖値の上昇を抑制する効果があるため、ほどほどに食べるのが大事。老眼改善トレーニングがある。老眼は40歳頃から自覚される老化現象である。早い人は30代から始まる人がいる。特にスマホで近くを見る機会が多い人、細かい手作業をする人は早くから老眼の症状が出てしまうことがある。これは目のピント調整機能が衰えて、近くのものにピントが合いにくくなる症状。そのため、10分に1回くらいは目のストレッチをすると良いと言われている。やり方は、手元にピントを合わせ、次に1メートルくらい離れた対象にピントを合わせる。その繰り返しを行ったり、目元を温めるグッズを使うと
目の周囲の筋肉の緊張をほぐすのにも良いと言われている。臭いうんちは腸内の腐敗菌が原因かも。家族からトイレの匂いが臭いと言われる中高年は多いようだ。製薬会社の調査でも、お父さんが入った後のトイレは臭すぎて入れないと言われた経験がある方が多いと言われている。うんちの臭さは腸内の腐敗菌によるものと言われ、アンモニアやスカトールといった有害物質を発生させ、匂いの原因となっている。うんちを出す筋力の衰えも原因と考えられるため、適度な運動と食物繊維を摂るようにすると良いと言われている。日本の半数の人は納豆が好き。2000年から毎年行う好きな料理についての調査によると、納豆と答えた人の割合は半数。男女差もほとんどないことが分かった。年代別には30代が全体よりも少し高く、安定した人気となっている。ちなみにカップ麺ちょい足しでは、うどんのどん兵衛に納豆とキムチを入れたちょい足しレシピは人気が高い。ザクザク食感の納豆レシピ。納豆、トマトソース、大粒麦、アーモンド、枝豆を混ぜてかき混ぜると、ネバネバと納豆特有の匂いが消える。そしてザクザクとした食感が楽しめ、ポテトチップやフランスパンの薄切りにのせて食べるといいつまみになる。トイレが臭いと言われた方はぜひお試しください。ダイエッターにもおすすめです。6月1日は麦茶の日。眠れない夜におすすめのドリンク。6月1日は麦茶の原料である大麦の収穫期にあたり、麦茶の出回る季節であることから、全国麦茶協同組合が麦茶の日と制定した。抗酸化作用を持ち、がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病などの予防効果が期待される飲み物であり、カフェインを含まないため、夜寝る前の水分補給に最適のドリンクである。お休み前、ぜひ飲んでみてください。今日も最後まで聞いてくださって
ありがとうございます。今夜もゆっくりおやすみなさい。